野村悟は昭和21年11月、福岡県小倉市で裕福な農家に男4人、女2人の6人兄弟の末っ子として生まれ、幼い頃は身長も低く、体も細身で悪さをするような子には見えなかったという。野村の父は農業を営んでいたとはいえ、田畑や山林を多数所有する大地主であり、団地や企業に社宅用地として土地を売って多額の利益を得ていた。工藤会本部のあたりはかつてはほとんど父が所有していた土地だと野村は述べている。子供の頃は悪ガキたちを集めては悪さを繰り返し、10代の頃には賭場にも出入りしていた。中学生時代は素手での喧嘩が苦手で、常に木刀を持ち歩いており、自動車泥棒などの犯罪を重ね、少年院を出たり入ったりを繰り返していた。そのため中学校の卒業式でさえ、少年院に入っていて出られなかった。退院後もそのまま更生することはなく、26歳の頃に田中慎太郎率いる工藤組田中組組員であった木村清澄から杯を受け、舎弟となり田中組に加入。入門当時はパシリや鉄砲玉のような扱いを受けていたという。昭和54年10月、草野一家極政会会長、溝下秀夫が田中組組員から銃撃されたことがきっかけで、抗争が勃発。同年12月、工藤会副理事長であった田中慎太郎が、極政会組員に襲撃され死亡。この時、田中慎太郎を強く慕っていた野村は、服役しており、獄中で田中慎太郎の訃報を聞いて激怒し、獄中にいた草野一家の組員たちに暴力を振るっている。昭和55年頃からは、小倉北区の繁華街の元寿司店や自宅で、賭場を開帳し、暴力団関係者のほか、金融業者、不動産業者、近隣の地方議員たちを集め、サイコロ賭博で、一晩で平均2から3000万円を稼ぎ、最高で2億円ほど利益を得ていた。昭和56年、田中慎太郎の死により、田中組は新体制となり、木村清澄が2代目田中組組長を継承し、野村は若頭に就任した。一方、工藤会、草野一家の両組織は、田中慎太郎の死をきっかけに対立を深め、抗争事件を勃発させていたが、同年2月には、双方の参加組織の幹部が、小倉北区境町の繁華街の路上で鉢合わせになり、配下組員たちによる銃撃戦に巻き込まれた末、両幹部が死亡する事件が発生。これをきっかけに、工藤会側は反山口組系組織の幹部を集め、草野一家側は山口組系の幹部を集め、全面戦争に入ろうとしたが、稲川会会長、稲川清浄の仲裁によって和解することとなった。昭和61年、木村清澄が引退すると、野村は抗争での活躍や資金集めの実績が評価され、3代目田中組組長を継承し、工藤会の直参に昇格。昭和62年6月には、工藤会と草野一家が合併し、九州最大の組織、工藤連合草野一家が発足すると、野村は本部長となり、最高幹部となった。昭和63年、母の死去に伴い、約7億円の遺産を相続した。平成2年12月、工藤連合草野一家が代替わりし、溝下秀夫が2代目工藤連合草野一家の総長に就任すると、野村は若頭に抜擢され、賭博や不動産売買をしのぎとし、数千万から億単位の収入を得ていた。だが、平成3年9月26日、北九州市や行橋市で、同年7月から発生した5件の拳銃発砲事件を捜査していた福岡県警により、賭博会長取りと常習賭博の容疑で逮捕された。福岡県警は、同年7月23日に、溝下秀夫を暴力行為で逮捕しており、ナンバー2の野村を逮捕することにより、工藤連合草野一家の壊滅と、一連の発砲事件の組織的背景解明を目指したが、野村は容疑を否認。小倉北警察署から、福岡地検小倉支部に送検されたものの、処分保留で釈放された。平成11年1月、工藤連合草野一家は、3代目工藤会に改称すると、会長に溝下秀夫、理事長には野村がついた。平成12年1月には、溝下秀夫が健康上の理由から総裁へ退くと、野村が4代目工藤会会長を継承。
この頃の野村は、今以上の勢力拡大を恐れた溝下秀夫の意向で、博打から手を引いたが、約20年間で約10億円が残り、その一部は融資に回していた。そして同じ頃、自身の名が入った焼酎を作らせている。平成20年7月1日、溝下秀夫が61歳で亡くなると、溝下秀夫の葬儀の数日後、野村は昔の田中組組員だけを連れ、田中慎太郎の墓参りに行っている。今まで、田中慎太郎を殺された恨みを一切見せなかった野村だったが、溝下秀夫の死後、溝下派の粛清とも取れる動きが活発となり、同月、篠崎組組長、篠崎和夫を射殺。同年8月、末松組組長、末松克美を銃撃。同年9月、津川組相談役、安田勝義を射殺。同月、警護隊長を務めていて、溝下秀夫の側近中の側近、極政組組長、江藤正光を除籍処分とし、引退に追い込んだ。その後、何者かによって射殺されている。以降、誰も逆らえない絶対的な権力者として振る舞うようになり、自身の意に沿わない者は、身内の構成員に限らず、一般人でも襲撃する恐怖支配を顕著にしていき、みかじめ料の支払いを拒否した飲食店や建設会社などが、相次いで襲撃された。そして、その銃口は警察の防犯活動に協力する市民にも向けられた。平成23年7月、5代目工藤会が発足。総裁に野村、会長には田上文夫、理事長には5代目田中組組長、菊池敬吾がつき、5代目工藤会のトップ3が田中組出身者で占められることになり、独裁体制が確立した。ちなみに、北九州市小倉北区に構えている野村の邸宅は、巨大な石垣や塀に囲まれた要塞のような佇まいで、広大な敷地面積を有しており、資金力の高さを伺わせ、野村の預貯金は20億円にも上っていたという。そして、住宅街にある工藤会の倉庫からは、自動小銃やロケットランチャーが発見されるなど、武闘派として全国にその名を轟かせた。捜査関係者によると、野村が工藤会の実権を握った平成12年以降、工藤会の犯行とみられる襲撃事件は113件発生。そのうち殺人と殺人未遂が28件、発砲事件が48件、放火が17件、爆発物を使用した事件が5件、狙われたのはほとんどが一般人であった。平成24年、事態を重く見た国は、暴力団対策法を改正。工藤会を全国の指定暴力団の中でも、特に凶悪な組織として、全国で唯一の特定危険指定暴力団に指定。平成26年には、福岡県警が工藤会の撲滅作戦を本格的に開始、職員約1万2000人のうち3800人を動員し、加えて全国から約500人の応援要請を集め、捜査本部を設置した。これにより野村は同年9月11日、北九州元漁協組合長射殺事件に関与したとして、殺人及び銃刀法違反容疑で逮捕され、以降、拘置所暮らしとなった。同年10月1日には、看護師刺殺事件に関与したとして、組織的殺人未遂容疑で逮捕。指定暴力団のトップが、組織的殺人未遂容疑で逮捕された事例は、全国で初だった。平成27年5月22日には、歯科医師死傷事件に関与したとして、組織的殺人未遂容疑で逮捕。同事件の被害者は、北九州元漁協組合長射殺事件の孫であった。同年6月16日、所得税約8800万円を脱税したとして、所得税法違反容疑で逮捕。平成27年7月6日、元警部銃撃事件に関与したとして、組織的殺人未遂、銃刀法違反容疑で逮捕。同年7月9日、所得税約7100万円を脱税したとして、所得税法違反容疑で逮捕。これらの容疑で、計6回、福岡地方検察庁から福岡地方裁判所へ起訴された。令和3年8月24日、4つの一般人襲撃事件の関与を否認していた野村だったが、4つの事件をいずれも首謀したと認定され、求刑通り死刑判決を言い渡された。日本の刑事裁判史上、指定暴力団の最高幹部への死刑求刑、死刑判決は初の事例となった。そして、野村は退廷を命じられた後、裁判長に対し、公正な裁判をお願いしたのに、
全然公正やないね。全部、推認、推認、推認。こんな裁判があるか、生涯このこと後悔するよ、と、裁判長を脅すような捨て台詞を吐くと、死刑判決を不服とし、翌25日付で、福岡高等裁判所へ控訴した。その後、トップとナンバー2が不在の工藤会は、福岡県警の頂上作戦などの影響で、みかじめ料を得ることが困難となり、上納金が払えないほどの経済難に追い込まれる組員が増え、工藤会の弱体化が進んでいった。しかし、野村悟の影響力は衰えず、千葉県を拠点に、関東へも本格的に進出している。以後、令和5年現在交流中。